えー、高卒19歳で声優になりたく専門家養成所に通うかと悩んでいます。専門の場合、事務所に所属できる機会が多いこと、養成所の場合は専門学校に比べてかかる費用が安いこととメリットがそれぞれあるんですが、ひろゆきさんはどちらの選択がいいと思いますかどちらも選びません。<laughs> 声優が厳しい職業であることは重々承知しています。えっと、あの、自分で僕だったら Twitter のフォロワー増やして、声優事務所に直接声かけますね。 あのまあそのすよねあのすごくうまい声優の人とかより人気のある声優の方が今は売れるのでであのもともとニコニコ生放送の生主で声優になった方がいるんですけどでっていう感じで割ともともと人気のある人だったのであじゃあこの人だったらそのままあのアニメ作品とかでもそのファンが増えるよねっていうので採用決定したらしいんで。 っていう感じで、その、まあ、ツイッターのフォロワー5万人回すとかになると、あ、じゃあこの人、ブッキングしたら全然仕事来るかもっていうことになるので、なのでその、声優の技術とかじゃなくて、いかにこの人を使うと金になるかっていうのが分かりやすくして方いいと思うんですよね。なので今その、アイドル声優みたいな人たちって、それなりに見た目が良くて、で、なんかコンサートで歌歌って、ファンがいっぱい集まって、お金払ったりっていうのがあるじゃないですか。 なので、西洋としての技術よりも、今はその見た目だったり、可愛い仕草がするかどうかとかの方が結構重要だったりするので、なので、あの、わかりやすい形でその Twitter のフォロワーを増やすっていうのがいいんじゃないかなと思います。